ねえ、でもね、ミカ。え、あ、はい。そう思うっしょ。思います。はぁ、キモ、無理。水部にこんな先輩がいたら嫌だ。え、ねえ、葵いなくない？なんか合唱最新公演で遅れるって。また？あいつふざけてんの？ほんとに。あ、ありえないんだけど。ちょっと落ち着いて。いや、だってさ、部活優先じゃないの？うん、わかるよ、わかるんだけど、うん。はぁ、キモ、無理。いや、真面目にやるよって感じ。てか普通にさ、練習でもさ、ピッチ合ってないしさ、テンポも合ってないしさ、なんでそんなやつがさ休めると思ってんの。マジありえないわ、ほんと無理。迷惑かけてんの分かんないのかな。まあまあそうなんだけどね。え、ほんと気持ち。あ、ちょっと声ちっちゃくした方がいいか。あ、葵がいる。おはようございます。あ、おはよう。え、来れたんだ。あ、はい。体調悪いのかなと思ってた。大丈夫です。え、大丈夫。あ、合唱祭実行委員があって。ああ、はい。なるほどね。先生の話がすごい長くて遅刻しちゃいました。ご迷惑おかけしてすいません。うん、大丈夫。全然全然。え、全然気にしないで。うん、ありがとうございます。あ、じゃあ私楽器取ってきます。取りに行ってきな。うん。あ、はい、失礼します。マジあゆい先生嫌いだわ、私。ほんとなんで気安く話しかけたの。あー、うざ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 、ほんとうざい、マジで。こういう話は今はやめようよ。あー、1年生も聞いてるし、ちょっと雰囲気も悪くなるからさ。ねえ、でもね、ミカ。は、はい。そう思うっしょ。あ、思います。ねえ、かけるくんも思うっしょ。はぁ、思うってほら。いや、思うとは言ってないっすけど。え、あー、マジ嫌いすぎ。あ、やっほー。恐ろしすぎてこんなやつおらんやろ。